グレメ、ハズゴイン、さん、皆さんどうもこんにちは、トワです。今回は YouTube チャンネル登録者数1万人を記念して、質問コーナーをやっていきたいなと思います。まずはじめにこのチャンネルを登録してくださってる方、いつも本当にありがとうございます。まあ皆さんのおかげで、まずは自分が目標としてた、チャンネル登録者数1万人っていうのを突破できましたし、楽しく YouTube 活動ができてます。普段は日本在住の外国人の方にいろんなトピックに沿って、街頭インタビューっていうのをしてるんですけど、皆さんからもらった質問っていうのを、この動画内でちょっといろいろ回答していけたらなと思います。ちょっとまたいつもとは全然色が違った動画にはなってると思うんですけど、最後まで見ていただければ嬉しいです。 OK、 お待ちくれんしょう。はい、1問目、何歳ですか？25歳。誕生日いつですか？誕生日は1996年の9月19日です。一番聞く洋楽は最近聞いてるのは、なんか一周回ってマルーン5のシュガーよく聞いてます。何の一周か分からんけど。好きな歌手は洋楽だったらマルーン5で、日本だったら、ワンオクロックかな。好きな映画はもうピッチパーフェクト、マジで見てください。最近ハマったもの教えてほしい。まあ、最近っていうか、まあずっとハマってるんですけど、もうせんべいがもうめちゃめちゃ大好きで、割れせんとか、醤油せんべいがもうマジで大好物ですね、これは。好きなスポーツってありますか？好きなスポーツは、自分がずっとしてたからサッカーですかね。半年前から英語学習を始めた29歳です。独り言英語で Google 翻訳に頼ったままでもいい。あ、Google 翻訳でもいいと思うんですけど、僕はずっと DeepL っていう、まあ、めちゃめちゃクオリティの高い翻訳をしてくれます。なので僕は最終チェックとかするときは、一回 DeepL に、入力して、で、そこで、ちょっとそれを参考にするようにしてます。英語を学ぶ目的、または目標はありますか？英語を学ぶ目的は、まあ、そもそもなんか個人的に他の違った価値観とか文化とか、まあ、カルチャーを持った人と話すのが結構好きで、その中で自分の価値観とかも広がったり、あ、こういう考え方もできるんやっていう、新しいことを知れるのが個人的に好きなんで、まあ、それが一番なんていうやろう、まあ、目的というか、自分が英語学習を続けてる意味、理由になります。で、目標は将来的にその仕事とかで海外の人と取引とかなんかできるようになりたいなっていうのはずっと、まあ、学生時代からあって、なのでそこがまあ最終的なゴールというか、自分のやりたいことを、まあ、海外とかにも展開して、国籍問わず、まあ、いろんな方とコミュニケーションを取って、なんかグローバルに活躍したいな、みたいな感じです。英語を話せてよかったってどんな時に思いますか？なんかめちゃめちゃ身近なことで言えば、例えばじゃあ自分がスマホとかでなんかサイトとか見てる時にパッて英語が入ってきた時に、それをまあ理解できるとか、その世界のニュースとかを知れるっていうのが、なんかここ最近思った一番身近な、あ、英語話せてよかったな、英語分かってよかったなって思ったことですかね。例えば褒められた時、あなたはもっと短く返す場合、 You too だと思ってたんですが、正しくは何と言えば、なんかその言う相手とか、あとはその話す内容とかにもよると思うんですけど、まあ、僕なら例えば、Take back what you said、 あなたがその今言ったことを褒めてくれたことを、そのまま返すねみたいな、まあ、同じことを言い返すねみたいなニュアンスですかね。まあ、一つの参考までに、してもらえればなと思います。ズバリ将来の夢は何ですか？ズバリ、難しい。まあでもこの YouTube とかで言えば、ズバリこの英語系のインフルエンサー発信者として、まあ、一番トップになることが、目標ですかね。海外の大学が気になってるんですけど、調べ方が分かりません。何から手をつけたらいいでしょうか？調べることっていうのは多分山ほどあると思うんですけど、まあ、まずは行きたい大学の本当に基本的な情報をまずは調べる。多分ネットとか検索したらね、いくらでも出てくると思うんで、まずその基本的なところの情報収集。あとはじゃあその大学に入るまでに、例えばじゃあ海外の大学に入ろうと思ったら、じゃあ IELTS っていう、まあ、日本でいう、まあ、TOEIC とかそういう英語検定のテストがあるんですけど、まあ、そのスコアがマックスが9かな、 9.0 なんですけど、そのスコアがどれくらいいるのかとか、まあ、具体的にその必要な英語レベル、英語力っていうのを調べて、その海外の大学に行くための英語力をつけるってことは、まあ、まず本当に取り組むべきことだと思うので、で、あとはまあお金がどれくらいかかるとか、向こうの国のことをちょっと調べるとかも、すごい海外進学にとってはすごい助けになる情報かなと思います。はい、次、英語学習始めたきっかけは、元々サッカーをずっと小さい時からしてて、で、大学もずっとサッカーしてたんですけど、で、大学卒業してから、海外でプロサッカー選手になりたいなと思って、大学1回の時に、あ、じゃあ英語を勉強しないといけないなと思って独学で始めたのが
っかけですかね、まあ、卒業してからでオーストラリアで1年間サッカーしてたんですけど、で、まあ、どんどん英語にハマっていったというか、本当に英語って楽しいなって思ってからサッカー引退してからもずっと続けてるって感じですかね。英語で一番難しいと思うことは、英語で一番難しいと思うことは、やっぱりでもスピーキングじゃないですかね。だから自分も英語学習始めてから5年ぐらい経つんですけど、まあ、未だにもちろん知らない単語とかもあるし、毎日あこういう表現もあるんだっていうのに、気づかされるんですけど、もう本当にその英語学習で言えば多分終わりはないと思うんですよ、自分が満足しない限り。で多分僕で言えば自分のレベルに満足することはないので、多分飽きない限り死ぬまで英語学習っていうのは続けてるんだろうなと思うんですけど、まあ、読み書きしかしてこなかった、まあ、日本人、僕たち日本人にとっては一番難しいことなんじゃないかなと思います。モチベーション保てません。モチベーション保てないときは、なぜ英語学習をしてるのか、なんで英語学習を始めたのかっていうのをちょっと一回原点回帰じゃないけど、まあその最初の初心に帰ってみる。じゃあ自分の場合初心に帰ったら、やっぱりその海外の文化が好きで、まあハリウッド映画とかの世界観が最初は好きで、でそこからどんどんハマっていったっていう過程があったんで、好きな自分の映画を見まくるとかで、あやっぱ海外かっこいいなみたいなってなったら、まあちょっとモチベーションっていうのはどんどん維持できるかなとは思います。本当に人それぞれなんでね、なんていうの、一概には言えないと思うんですけど、ファンです、ありがとうございます。ずっと前から見てます、いつもモチベーション上げてもらってます。そう、インスタかな、一番最初に始めたのはインスタは2年弱前ぐらいに始めて、今までずっとやってきてるんですけど、もう本当に初めから見てくださってる方とかは、なんていうの、未熟な時から見てくれて、まあいろんなねコメントとか、まあいいねとか、本当にそういうのがすごい、やっぱりまあ今でもそうですけど、当時はもっとそれが励みになったというか、ああやっぱこうやって見てくれる人がいるんだなっていうのをすごい感じれてたので、本当にね感謝しかないです。ありがとうございます。イケメソ、何かスポーツしてましたか？僕はずっとサッカーをしました。上のレベルの問題視をしてますが、語彙も読める文章もだいぶ増えたのに点数が…点点点。やっぱりその問題集とかって、もちろんその基本的な文法とかは大事だと思うんですけど、それを活かす、なんていうの、応用力っていうのが一番大事だと思うんですよね。例えばじゃあ A イコール B だけで覚えちゃってても、じゃあその覚え方を教えて、果たしてじゃあ実践の場でそのちょっと起点を聞かしてそれが使えるのかってなったら、またそれはちょっと話が変わってくると思うんですよね。だからそのA イコール B だけじゃなくて、 A イコール B または C とか、そういうちょっと、あ答えって一つだけじゃないんだなっていう、まあ、柔軟な考えを持つことが、問題集とかテストにしてもスコアアップにはつながってくるのかなと思います。まあでも難しい。趣味は何ですか？難しい。なんかその綺麗事とかじゃなくて、結構本当に英語学習が好きなんですよね。まあ、英語学習っていうか、新しい英単語とか英語フレーズを覚えることが好きなので、本当になんか暇な時とかはインスタとか英語系の人とかもフォローしてるんで、そういう人の投稿とか見て、あこういう表現もあるんだなっていうのを見たり。はい、次行きます。外国人どうやったら見つけてるんですか？毎週末ですかね、まあ週1回、まあその都市部、大阪、神戸、まあ京都あたりに出て、本当にもう4時間5時間ぐらい歩いたりしてます。海外の友達の作り方、まあ、僕が英語学習始めた時に使ったのがハロートークっていう、まあ、要はその自分の勉強したい言語、まあ、僕だったら英語だったんで、その英語のネイティブ、だから英語のネイティブだ、アメリカ人とか、まあ、イギリス人とかとマッチングできるアプリ、まあ、言語交換アプリみたいな感じなんですけど、まあ、そこでチャットとか、まあ、電話もできるし、でそこで友達になって、まあ、仲良くなった海外の友達とかもいますし、自分の英語学習する上でその英語のアウトプットっていう意味で友達を作っては電話し、友達を作っては電話しみたいな感じで、すごい僕は活用してました。今までどこの国に行ったことありますか？一番最初に行ったのが高校の修学旅行のマレーシア、大学のサッカー部の遠征で韓国、大学の時に一人旅で行ったアメリカ、大学の卒業旅行で友達と行ったタイで、卒業してからサッカーをしてたオーストラリア。伸び悩んだ時はどのような練習をして乗り越えていますか？だからまあいわゆるあれですよね、停滞期的なやつですよね。自分が、あやばい全然喋れへんな、ちょっと今ブランクやなってなった時は、もうひたすらアウトプットしてます。もうひたすらとりあえず英語を喋って、多分そこでちょっと挫折しちゃってネガティブになって、あもうダメだってなっちゃったら、もう多分それで終わりだと思うんですね。
ああダメだってなった時でも、もういいからとりあえずアウトプットする、もうとりあえず話し続けるっていうので、僕はなんとか乗り越えてきました。 YouTube 始めようと思ったきっかけは、 YouTube 始めようと思ったのは、まあ本当にまずは自分が英語学習好きなんで、どうやったらじゃあ一番効率よく英語学習できるのかってなった時に、やっぱりその海外の人と喋ることで、僕はそこにたどり着いたので、じゃあどうしようってなった時に、あ、もう話しかけちゃえばいいんやと思って、それが本当に何やろ、 YouTube 始めたきっかけかな。空耳英語大好きです、こういう楽しい系の動画はもっと出してほしいです。空耳英語から、見てもらってフォローとか、まあ、チャンネル登録してもらうことが多いんですけど、本当にもう個人的にも空耳英語ね結構楽しいんで、ぜひぜひこれからもやっていこうかなと。英会話カフェってどんなことしてますか。まあ、過去2回ぐらいやってるんですけど、大阪で、まあ、2時間ぐらいで、僕がまあ英語のレクリエーションゲームを用意していくんですけど、でそこでまあ本当に英語を通して、コミュニケーションを取るっていうのが大前提、まあ、コンセプトになってるカフェですね。本当に前回とかもすごい大勢の方に来ていただいたので、また興味がある方はぜひぜひ連絡いただければなと思います。 Thanks for taking photo before。 この前あれですかね、インタビューしてて、声かけてくれたインド人の留学生の方ですかね、もともと知ってくださってたっぽくて一緒に写真撮ってもらいました。 Thank you。 高校大学教えてほしいです。高校は京都立花高校っていうとこに行ってて、大学は関西福祉大学っていうとこに行ってました。どっちも、まあ、サッカーしかしてなかったんですけど、英語とか全く無縁の高校大学でした。学生時代からずっと英語得意だったんですか。全くでした。もう英語大嫌いでした。英語なんてただ本当に暗記するのが苦でしかなかった科目でしたね。英語以外で勉強してることある。あ、英語以外は最近は簿記、なんかお金の勉強したいなと思って簿記の勉強とか、あとは韓国語、自分韓国のハーフなんですけど、韓国語もずっと勉強したいなっていうのがあって、最近ちょっとずつ勉強してます。はい、行きます。危ない。一日どれくらい勉強してますか。一日は、自分はそのがっつり2時間とか、まとめて2時間は取れないんですけど、だいたいいつも朝起きてから1時間オンライン英会話して、シャドウイングしてっていうのが1時間、移動中とか、まあ、隙間時間に瞬間英作文とか、まあ、ちょっと英語のフレーズとか見たりして、だいたいそれがトータルしたらもう30分、40分ぐらい、移動時間も結構長いんで、トータルしたらだいたい40分ぐらい、2時間弱ぐらいかな、2時間弱ぐらいしてます。海外留学考えてます。おすすめな国ってありますか。まあ、自分が行ってたからあれなんですけど、オーストラリアはすごい良かったなと思います。で、オーストラリアって本当に日本人も多い、日本人っていうか、まあすごいなんか多国的な国なんで、まあ、オーストラリア人だけじゃなくて、いろんな国からスペインとかイタリアとか、まあ、アメリカとかイギリスとか、本当にいろんな人が行ってて、日本食レストランもすごい多いんで、最初の海外の国として選ぶならオーストラリアって結構ベストかなと思います。英語学習の勉強ルーティーン教えてほしい。まずは初めに起きてから発音矯正毎日するんですけど、トングトゥイスター、まあ日本語で言う早口言葉みたいなを5分ぐらい、オンライン英会話30分、シャドーイング、まあ、20分ぐらい、それが朝の学習、まあ、移動時間とかで瞬間英作文とか単語とか見たり、大体後にバッてやる感じですかね。僕の場合は英語の発音が綺麗だなと思っていつも見てます。どうやって練習してますか。ありがとうございます。トングツイスターっていう日本語で言う早口言葉のその英語フレーズがあるんですけど、それをまあ言って、どんどん発音を矯正していく、良くしていくっていうトレーニングを、もうここ僕2年ぐらいずっと続けてますね。なんか30分40分バッてやるんじゃなくて、本当にその例えばじゃあオンライン英会話をする前のウォーミングアップとして5分10分ぐらいちょっとやるぐらい、あとはそのフォニックスっていうのもすごい僕最初の方にもうがっつり勉強っていうか、もう発音強制したいなと思って、自分でフォニックスの勉強をして、でそこで本当に変わったかな。その例えばじゃあ L と R の違いとか、まあ、なかなかね日本人からしたら難しいところではあると思うんですけど、まあ、そういうところの基本的なルールっていうのをしっかりそこで理解できた過去があったから、まあ今こうやって質問もらったみたいに発音綺麗だなって言われることも、まあ増えてきて、すごい、個人的には嬉しいなと思います。おすすめの勉強方法は、僕は英語フレーズストック方法をずっとしてて、まあ要は何かっていうと、自分が気になったフレーズとかをとりあえずノートにストック、まあ、メモしておいて、それでちょっと自分の使えそうな文に言い換える、その表現を使って自分オリジナルの例文を作る、であとはその例文をもうひたすらもう口が覚えるまで暗記する。インスタいつからやってますか。この前見てた時は3000人とかだったのに、2年前の10月かな、だからまあ1年半ぐらい、インスタはしてます。本当に今でこそね大勢の方にフォローしてもらって、見てもらってるんですけど、まあ当時は本当になかなかね伸びずというか、どうやったら多くの人に見てもらえるんだろうと思いながら、本当に試行錯誤していろんなコンテンツを作ってたので、まあインスタとか特に遡ってもらったら
なかなかあの黒歴史的な動画も出てくると思うんですけど、まあ、そういうのもあこんなんあったんだなっていうぐらいであの見てもらえれば嬉しいです。いや嬉しくないな、別に見なくていいです。いつもインライン見てます、癒しです、ありがとうございます。サッカーはどれくらい上手なんですか、してるところ見たいです。難しい、うん、難しい質問ですね。これはサッカーはどれくらいなんやろ、うまいか下手かで言ったら下手な方だと思います。テクニックとかじゃなかったんで。ただまあその高校とかももちろん僕だけの力じゃないんですけど、まあ周りにそのすごい選手とかそういうのがいたんで、まあ高校の時は全国高校サッカー選手権っていう冬の大会があるんですけど、そこで1年の時に全国準優勝、2年の時に全国ベスト4、3年自分たちの代の時に全国ベスト8、高校時代は3年連続全国っていう舞台をまあ経験させてもらったんですけど、なんでそのどれくらい上手なんですかって言われたらね、なかなかって言ったらいいかわからないんですけど、で卒業してからも一応サッカー選手として、オーストラリアでプレーしてたので、まああの人並みにはうんサッカーできるかなっていう感じです。はい、いつも一人でインタビューしてるんですか、すごすぎます、ありがとうございます。ずっと一人でやってたんですけど、まあ、最近あの友達とかにちょっとカメラマン手伝ってくれるとかって声かけたりして、手伝ってくれる友達が何人か今ありがたいことにいるんですけど、基本的に声かけてるのはもちろん全部自分でやってます。なんでそんなにペラペラなんですか、いやいやありがとうございます。ペラペラの定義ってまあ難しいと思うんですけど、まあ、もちろんね質問をしてくださってる方とか他の方とかから見たらもしかしたら僕はその、まあ、いわゆるペラペラなのかもしれないんですけど、まあ、自分的には全然ね満足いくレベルじゃないっていうか、上を見たらまだまだねすごい人がたくさんいますし、まあ、そういう人たちから見たら僕なんて本当にまだまだ全然だと思うので、終わりはないと思うんですけど、とりあえずちょっとでも良くなるために毎日英語勉強したりとか一応頑張ってます。はい、ということで、今回は、いろんな方から、もうすごい今回たくさんの質問をいただいて、本当にありがとうございました。いただいた質問をすべてに答えさせてもらったつもりなんですけど、まあ、これからまたね、こういう活動をしていって、いろんな質問とか、リクエストとかがあれば、ぜひぜひ、まあ、YouTube でも、インスタでも、まあ、TikTok でも、何かコメントもらえれば、すごいありがたいかなと思います。まずは今回、質問してくださった方々、本当にありがとうございました。引き続き、また応援してもらえれば嬉しいなと思います。Thanks for watching! I'll see the next one.